電通の奥田亮と申します。いつも青くイノベーション文脈でスタートアップさんと仕事させていただいたり、あと話題企業さんとスタートアップさんをマッチングしながら新規事業を作っていくというようなことをしています。大阪で生まれ、大阪で育った。途中でちょっと窮屈になって、アメリカに、ミシガン州に行きました。死にそうに寒くて、日本に帰ってきたんですけど、そのままあったかいアメリカを目指して、最終的にカリフォルニアの大学に行きました。で、その後にアクセンチュアというコンサルティングの会社に勤めて、そこで5年間働いた後に電通にやってきました。若干変な人じゃないと生きていけないっていう、ちょっと大阪にも近いようなところが国全体にあって、謙虚に生きてたら誰も見てくれない。これを学び日本に帰ってきて友達から聞いてました。アクセンチュアは社会人基礎トレーニングはめちゃくちゃ学びました。例えば体力付け方とか、あとフレームがたくさんあって叩き込まれ、それを使うと10年目の先輩と同じぐらい考える。もちろん深みとか洞察の広さみたいなところは及ばないんですけど、1年目でもまあまあみんなと打席に立てるっていうところはアクセンチュアで学んだ。電通はねちょっとねザ大企業なんですけど、その中でもアメリカっぽいというか大阪っぽいというか、個人商店ってすごい言われてて、個人がユニークネスを発揮しながら売り物を作っていくとか、自分を売っていくとか、自分ができることを周りの人とかクライアントに認めてもらいながらお金をいただいてビジネスをするっていうのが基本的な電通には求められている力。ハンド X はですね、私がずっとオープンイノベーションなり、新規事業なりを突き詰めた2021年時点での最高の回答です。大企業文脈で急に新しい目標を外から定められたり、新規事業をさせられたり、自分が育てたのに途中で引き継がなきゃいけない、自分がやってないのに途中で引き継がれる、そういうところをきちんと、ナレッジのあるハックジャパンさんと、電通が組んで、推進していくと。アメリカから来たスタートアップさん、言ったら日本で民泊ってものすごい風当たりが強い中で黒船のようにやってきた、アメリカから来た新しいサービス、日本のサービスを壊そうとしてるやつらが来たということで、すごくその日本の心理的な鎖国的な気持ちでいくと、すごく NG なその風土の中にいかにそれを浸透させるかみたいな、そのスタートアップさんのゼロから立ち上げて大きくして、日本でそれが必要だと思うからその市場に、紹介していく気持ちっていうのをすごく感じて、なんかそれが新規事業とか私がオープンイノベーションに関わっていく上でのベースとなっている起源的な体験な気がします。今5歳の娘がいて、生まれた時は正直あんま実感なかったんですけど、なんか毎日一緒に行って毎日嬉しいなとは思います。嬉しいことにやりイコール楽しいことなんで、も楽しいことはお酒を飲んで音楽を聴いて気持ちよくなっていくので、超ある、一番浅いとこでいくと語学コミュニケーション、語学は本当に英語はツールだから学べばいいんですけど、学ばない人が多くて苦手だからと打ち合わせで発言をしないとか、この主張をしない、日本のもう一つダメなところは出る杭を打とうとする精神からなので、学校教育から始まっているんですけど、みんな同じ服を着させられて同じ髪型で変わっていることはダメだと。で、同じことを学び答えを出すことが正しいっていうのがもう文化になっているので、受けてきた教育とかはもうみんなの心の中にずっとあるものなので、そのベースになっているその考え方自体が今後国際的な国際競争力を持っていこうとすると邪魔なんだろうなと。私日
本が好きなんで、いろんなチョイスの中から日本に戻ってきたんだろうなと思っていて、やっぱなんか日本の国ってすごくダメなところもあるけど、すごく愛すべきところもいっぱいある。基本的には日本のいいところを残しながら日本の未来を作っていきたいなと思います。出馬するのかい。オープンイノベーションっていう言葉が、ね、自己紹介に出てきたと思うんですけど、オープンイノベーションって何ですか？